巡回転からやっていきます。で、巡回転の下回転系出したらツッツキは基本的に相手はボールの外側を取ってツッツキするんで、そのカメラから見たら左側に曲がってくるツッツキになります。打ち方なんですけど、この巡回転のパターンの方が打ちやすいです。何かって言ったら、バックドライブは比較的、手首を使うじゃないですか。若干スイングの方向的には、チキータっぽくなりますね。チキータっぽく、それとこのツッツキの方向が一緒なんですよね。こう来てこう返す、回転と回転がぶつかり合って勝手にボールがポンと飛んでいきます。なので気をつけるのは、大きすぎたら逆に吹っ飛びます。なので比較的インパクトは強く、ショートスイングしたらちょうど入るぐらいのイメージですね。一回やりますね。サーブ出して、これぐらいのスイングで十分速くなります。